今週ノース。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム2022ウィーク13はノースフェイス。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、ウィーク13ですね。ウィーク13、ノース来たな。なんか思ってるより早かった。いつもケツの方に来てるイメージやったんよ。ちょっと早すぎへん、なんか。なんかビッグコラボ来るってこれやってんな。いや、ちょっと早すぎんな、思ってな。戸惑いが隠されへん、なんかちょっと。いやー、ほんな、G さんも来るやん、G さんも。G も来るやん、G も。いや、どうしよう、思ってな、これ。では、ノースの方、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、ノース見ていきましたね。ノース見ていって、これ悩むやん、これ。俺な、だけど、一個決まってんのは、やっぱあの柄が好き。あの柄、かっこよくね。あの柄がいい。まあ、シンプルに黄色とかそんでもいいねんけど、やっぱ柄がええねんな、俺。柄がいいねんけど、どっちがいいやろうな、と思ってな、この、ダウン？ダウンやったら、このハーフチップやんな。あれ、毎回こう、ダウンって脱ぐもんやんか、なんか。タイガー店入ったら。脱ぐん、こう脱がなあかんのこれ。そこが悩む。お店行ったら結構、暖房ガンガンやんか。暑いわーってダウンこう脱いで、こう手に持ったりするやんか。あの場合、ハーフジップやったら、ここまでってことやんな。な。ほんだら、ふわってやるのかなか。ふわってやるの、ちょっと、どうしようこれ。中着る服もちょっと考えなかなってくるやんか。うん、こう、開けるやつやったら、まあ、ある程度こう考えるけど、中に着こう、難しいよな。これ、どうしたらいいと思ってな。おー、もう一個の方でも、シェルジャケットでもいいねんけど、ちょっと俺、ダウンの方がいいかな。ダウンの方がいいかな。いやー、これちょっと悩むし、G も悩む。G もな、あの、俺が思ってる G じゃなかった。俺、こんなん出るんかなって、リークとか見たけど、こんなんかなと思って、違う G やってんだ、なんか。で、あの、カンカンもついてるんか。いや、G なぁ、G かっこいいったかっこいいけど、俺が思ってる G じゃなかったんだ、これ。で、これはちょっと時間経てば経つほど、ぐわー来るんかな、これちょっとなぁ。でも、これ G と一緒のセットになってるのがいいし、あれ、シェルジャケットの方やったら、なんかの方、ここに埋め込むみたいになってんやんか。いや、こんなんもな、両方欲しいのありやんか、って思って、これで、ややこしいなぁ。ダウンの方無理なんかな。どうなんかな、それ、俺よくわからんねんけど、そうだね、どっちかがなんかつける、なんかこう、なんかになってるような感じやってんから、ダブルで欲しいよな。ダブルバーガー的に。ダブルでいいよな、と思って。いや、これなぁ、ノースさんなぁ、なんやかんや悩むな、これ。いや、俺ちょっとな、ダウンの方はこのハーフなのがちょっと気になったぐらいかな。デザインはめちゃくちゃ好きやねんけどな。いや、まあ違うアイテムやから、ありっちゃありやねんけどな。ヌップシもあるし、違うアイテムないんやけどな、これ。ちょっと悩むねんけど。次ちょっと、レギュラーの方、見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、レギュラー見てきましたね。レギュラー見ていって、やっぱこれずっと言ってたんが、
繋いでるパッチワークがいっぱいついてるフーディー、ジップアップフーディーかな。やっぱ欲しいなと思うのよ。欲しい。で、俺どっちか言ったら、ジップじゃない方が好みは好みや。マシな好み的にな。だから、あれはあれで、いいねんけど、ちょっと、どうしよっかなって感じ、あれ。あれ単体で来て、上からやらん系やったらいいねんけど、あれ来て、上、アウター、さらにアウター着るどうしたいんかなっていうの俺もよう分かってないから、あれはあれで、秋口とか春口とかしか着られんのかなと思った、今。いろいろ思うねんけどな、あれは可愛い。あれパッチワークは可愛い。あれずっと言ってんけど、ちょっと悩むな。価格だけやな。価格が可愛かったら俺あり。価格が可愛かったらありやな。他の俺、パッチワークみたいなのも買ったからな、俺。買ったから。いや、だからあのパッチワークも可愛いねんな。なんかちょっとパンク的にかっこいいねんな、あれ。いいなぁと思うのと、あと、バラクラバーな。あれなぁ、ちょっとなぁ、どうしようかな思って、あれな、俺なぁ、前のやつかな、欲しかったんやけど、その時俺な、なんか買わんかったんよ。今だって後悔しとんねんよ。あれはどうにか B2 みたいに、いいなぁと思ってたんよ。で、今回バラクラバー、なんか目元がちょっとこう、中心に寄ってんねん、これちっこいなぁと思ってな、そこが気になる。こんなんなれへん、こんなん。なんか、写真でも見たらこんなんやね。俺もっとこうやってほしいねよ。それこんなんなるから、ちょっとなーって。目が寄ってるみたいな感じやよ。こんなんなるから。いやー、ちょっとな、俺バラクラバー、ちょっとデビューしたいねんよ。あれはな、バラクラバー、ずっと言ってるからな、バラクラバー。でもどうしようかな、思ってな。で、ちょっとこう寄ってるのがちょっと気になるなーって思ってな。でも、いつかゲットしたいねんな。いつか童貞卒業したいねん。バラクラバー、どうて、そういうしたいね。いやー、ちょっと気になんな、ちょっとどうしようって感じ。ちょっと悩んでるって感じかな。な感じで、ウィーク13、ノース、コラボ、すべて見ていきました。いやー、これなー、悩むな、これな、ノースさんはな、俺はダウンがいいんか、値段次第けど、ダウンと、やっぱ G かな。ダウン G かな。ちょっと、これがどんできじわってくるかやな。あの柄はめっちゃかっこいいね。あの柄がいい、俺は。あのシンプルなんは長い目で見たらシンプルがいいかもかんけど、ベスト的にな。ベストフレンド的にいいと思うねんけど、やっぱ俺柄がいいね。でもな、G な。G がちょっと俺のイメージ合うねんけど、あの、ベルトなんか変えたらいいんかな、いろいろやってできるんかな、いろいろ。俺も G のことあんま知らんねんけど、いや、これ G もちょっとな、もっと、この元のやつが知らんからな、ちょっと見ていきたいなと思う。どんなんなんかと。あとな、レギュラーがパッチワーク、フーディーが来たかよ。パッチワークのフーディーさんはあれずっと欲しがって。あれなぁと思ってなぁ、あれがいいね。パッチワーク、フーディーいける。ちょっとな、悩むな。そのお値段が結構高いんやろなと思って。お値段が高すぎて、可愛くない価格になったらちょっと嫌やなと思うしな。いや、パッチワークフーディーちょっと気になってる。レギュラーやったら、あと、バラクラバーな。この、こう、目がこんな感じで、こんな感じになりそうやろ。いや、ちょっとなぁ。ちょっと悩むなぁ。悩み無用って言いたいんだけど、ちょっとな、今んとこその4点かな。4点が今のところなぁ。ちょっと悩むなぁ。ま、これ変更とか追加等があるかもわかんないですけどね。あるかもわかんないですけど、今のところこう出るんじゃないかって言われてんねんけど。いや、バラクラバー、いや、ちょっと。これちょっとなぁ、めっちゃ悩む。俺、バラクラバーちょっとなぁ、これなぁ。いや、かぶってみなわからんよな、これ。いや、普段通勤中にこれで行く。買ってたらいかんと思うねんよ。それをうまいことこう B2 風にしたりなんかアレンジしたらいいんかなっていう思いやねんけどな。まあボックスもあるから。いや、いいかなと思ってるし、ちょっとわからん。わからんねん。で、パッチワークも、買ったからな、パッチワークの文句持ってんねん俺。それもあるからちょっとなと思ったりな。そう考えたら、G か。G か。G か、ハーフのやつダウンかって思うねんけど、ハーフダウンもちょっと悩んでる、ほんま。
俺もヌブシが来てて、やっぱ暑かったらサッと脱いでこう持ったりとかすんねん、電磁とかで。あれ、こうめくれなあかんのかなーと、それか、もうこう、遠山で金さん風にこうしなあかんのかなーと思って、こう、ちょって、ちょってやるなあかんのかな、ちょっとややこしいんやん、ハーフやろ、途中までやんか。こう下ろさなあかんのかな、もうちょっとややこしいんやん、これ、すっごい悩むな、これ。悩むな、これ。あれもう全部キュッていってよーって感じ。バルトとか違うやつにしてよーと思うんだけど、まあ、ハーフジップやねんな、これ。で、あの柄は最高、素敵やと思う。他もええねんけど、俺は柄かな。ちょっとな、悩む。まだちょっと時間あるから、じっくり、じっくり悩もうと思っておる道でございます。皆さんどうですかね？来たぞ。ワイ来たぞってやついっぱいおるかな、これ。いっぱいおるかな、これ。まあ、安定で俺も来たよ。安定で俺すぐ来るからな。ドーン来たよ。だけどちょっとな、そのお値段もあるから何とも言われへんけど、かっこええな、かっこええけど、自分の予想外のが来るからこう、うーんってなんねんな。ほんでこれが時間経てばやっぱかっこいいわってなって、あのじわってくるやん、じわりやん、今度楽しみやなと思っているメッチでございました。メッチでした。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。なんか興奮気味、興奮気味、うん、メッチでしょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。